グローバルボーイズグループ、JO1、JO1、ど白い悪気、豆原一成、河野純喜が、30日放送のグループでパーソナリティを務めるラジオ番組、JO1 のオールナイト日本 X、クロス、日本放送、毎週水曜深夜0時に出演。13人組ボーイズグループ、セブンティーンの楽曲をカバーした際の心境や裏側を振り返った。バル、河野純喜、セブンティーンの楽曲カバーは、嬉しい反面プレッシャーも、JO1は、20日、現地時間、アメリカ・ロサンゼルスで行われた K カルチャーフェスティバル、K コンナ2023のショーに出演し、セブンティーンの、スーパーのパフォーマンスを披露した。河野は、僕たちの尊敬する大先輩のセブンティーンさんの、スーパーはみんな大好きやし、この曲をカバーさせていただくってなってめちゃめちゃ嬉しい反面プレッシャーもすごく感じてた、とカバーすることが決まった時の心境を振り返った。日向翔也は、3日ぐらい飯食えてなかった、パフォーマンスの中では、みこしのようにメンバーに担がれた日向翔也が前方に飛ぶパートがあり、3人はそこが特に、めっちゃ緊張した、とトロ。白岩によると、練習では、失敗と成功が 50%、50% くらいだった、と明かし、河野は、持ち上げてるところ映してほしくないぐらい必死だった、と告白した。本番では一発勝負で、ミスをしたら木俣が落ちてしまうため、木俣からも、本当に何があっても持ち上げてください、と言われていたと言い、河野は、俺らもそうやけど、翔也が一番成功させたくて、LA 着いてから3日ぐらいマジで飯食えてなかった。少しでも体重をスリムにしたいみたいな、と木俣のプレッシャーと努力を明かした。